今の俺を見たら、あの男は何を言うだろうか。今は話をしたいことがたくさんあるような気がする。貫き通してみせる。特に変わりはないか。我を手にしろ。我が力はその血まみれの手にこそふさわしい。我を使え。力を受け入れろ。貴様は執拗に使い手を求めていた。貴様は一体何なんだ。使い手を得て何をなそうとしている。あ、シスさん、こんなところにいたんですね。また一人でどっか行っちまったのかと思ったぜ。こんなところで何してたんだ。いや、少し気になることがあってな。あの、六宝剣がどうかしたんですか？ああ、お前たちには話していなかったな。以前俺が六宝剣を持ち出して船を離れた時だ。あの夜、俺は六宝剣の声を聞いた。六宝剣の声ですか？武器が喋ったってのか？にわかには信じがたくとも無理はない。俺とて己の耳と精神を疑わなかったわけではないが、どうしても現実だったように思えるんだ。そんで六宝剣は何て言ってたんだ？ああ、俺に六宝剣を使えと、力を手にし破滅をもたらせと、俺が拒めば
代わりに団長を使い手にすると。確かになんだか武装だな。それで気になって調べに来てたってわけか。ああ、こいつが一体何者で何を求めているのか、それをはっきりさせておきたかった。もっとも今は声どころか気配すら感じ取れんがな。よくわかんねえけど、ふて寝してるんじゃねえか。こんな暗いところにしまわれてたんだしよ。じゃあ明るいところに行けばびっくりして起きるかもしれませんね。こいつに知覚があるのかはわからんが、刺激にはなるか。そんじゃ試しに外に出てみようぜ。おはようございます。朝ですよ。お返事はないみたいですね。やっぱ外に出すだけじゃダメか。他に方法は。こいつは使い手を求めていた。ならば俺がこいつをつけて戦えば、あるいは団長、俺と戦ってくれないか。ああ、おそらく六王拳を叩き起こすには生半可な戦いでは意味がないだろう。だから本気で行くぞ団長。お前も本気で来い。始めるぞ。この辺にしておくか。二人の戦い、どっちも譲らなくてドキドキしちゃいました。でも六宝剣はおしゃべりしてくれませんでしたね。単に眠っているようなら戦うことで少しでも反応を見せると思ったんだが。団長が六王拳を使うのか。いや、ダメだ。話しただろ、こいつが何を求めているか。下手をすればお前の身に危険が及ぶかもしれない。そうなった時俺は。わかった。お前がそこまで言うのなら、六宝剣を預けよう。だが異変があればすぐに言え。いいな。
いい。そんだ。どうしたんだ？声？オイラには何も聞こえなかったけど、ルリアは聞こえたか？いえ、私も何も。気のせいじゃないですか？まったく、ひどい雑音だ。うるさくてかなわん。うわ、誰だ？もしかして、シスさんが言ってた六宝剣の声？やはりお前ではダメだ。我が力はあやつが使うにふさわしい。あやつってシスのことか？ああ。戦いに善も悪もない。ならば、俺は信念のもとに力を振るおう。大切なもの、守りたいものを守るために。